もしもしー。あ、もしもし。いしはい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 。あれお友達さんは来ないんですかねお友達は今、電車に。あえ電車になんか、あっ。怖い怖い怖い。なんか、<laughs> あ電車にいて30分ぐらいで着くからああ30分後から話せるらしいんですけど、でもメインでは自分話すみでな。んか止まっちっ、ああ、じゃあちょっと頑張って話していただけますか、ね。はい。頑張ります。あよかったです、すみません。ありがとうございます。 メモ読むので分かんなかったら止めてください。分かりました。はい。8月の初めぐらい。はい。これ、名前出していいんですか有名な方ですか、相手は。30万ぐらい登録し30万はい。えっと、証拠あるんですかね、なんか。あります、全部あります。ああ、じゃあ OK です。じゃあ OK です。OK です。はい。で、自分も今さらされている状況なので。30万人。で、誰ですかはい。 えっと、カップルユーチューバーの限界カップルって人なんですけど限界カップル誰だ <laughs> あの、彼氏の方が1 8八 g ファミリーズの人、ええ、あーなんか軌道だんな限界カップル2人からってことですか多分、うん、2>, 2人から特に男の人の方が8月の初めぐらいにそのカップルユーチューバーの男の人の方が1人で TikTok ライブをしててそれにコメントをしたら配信が終わった後、DM が来て。うん それがきっかけで話すようになったんですけど、話してく中で LINE を交換したり、うん、インスタのリアーカーを交換したり、LINE で会おうよみたいな。LINE 交換して会おうよと言われた、言われてあったってこと言われ会ってないです。会ってないんかいその,はその時は、いや、最終的には会ったんですけど、会ったないその時は、これ <laughs> <laughs> その時は彼女がいるからカップルユーーーチュバああまあそうかそうかそうかえビジネスとかじゃなくてガチのカップルなんですねじゃあ詳しく話しますねはいそれで「彼女いるやん」みたいな言ったら「うん、なんかそれは大丈夫だからそしたら LINE の文面で残すのはリスクがあるから、うん、電話で説明していい?」って言われてその電話で、まあ、実はもう1か月ぐらい前から別れててあそうだ、ね、相手に新しい男の人もいてはい、はい ビジネスでやってるんだよねって言われて、まあ、それを信じてしまってああ嘘だったってことなんだ最終的にこれはなんか嘘なのか本当だったのかは今でも分かんない分かんないんだ矛盾する点がいやそれも含めて聞きたいなっていう、うん、そのそれ連絡を取っててまだ会ってないっていう段階の時に、うん、彼女から連絡が来て捨てやかで DM で。 聞いたの誰かの彼氏と連絡取ってないですか?」って来たんですよ。ででもその時は別れてるっていう認識だったので「ああ取ってないです」「取ってないと思います」って言ったんですけど「うん、あ,あ,あその女の子かな?」って思って聞いたら「そうです」って言われてで DM で結構長いことああいろいろ話してがまず一番最初の方は「私たちの活動に影響を出るようなことは」 ししないで欲しいであなたと彼氏の方がゆうきくんって言うんですけどゆうきくん君が本気なら応援するって言われてでその時はあじゃあ本当にビジネスだったんだなって思うんじゃないですか、うんうん、そんなこと言われたらでなんかこのトークのスクショや漏れが出た場合私はあなたの全てを晒しますって言われたんですよのその言葉が怖くてその影響力がある人なのでさらさんかったらいいだけの話じゃないのでも。 いやそうなんですけど、うん、なんか裏があるんじゃないかって思っちゃって約束破った時に全てを晒されるなら、うん、最初から約束したくないなって思ってその約束しとっな何歳ですか <laughs> あ,あなたはあ十19歳ですあなるほどまあ断るっていうか,それだか断る断らないとしいけど忠告されてるだけだからね別にそしたらなんかそんなに中途半端な気持ちで関わってるなら離れてほしいって言われてで2人は付き合ってるんですかってそこで初めて聞いたら、うん、付き合ってる しビジネスじゃないですって言われてじゃあもう連絡も取らないし会わないですって言って、うん、別れてると思ってたから会おうとしてましたごめんなさいって伝えたんですよ。ああとりあえずそのあと男性の方とは通話したんですかしましたしたら、うん、いやそれは女の子が嘘ついてるって言われて向こうは本当に新しい男もいるし、うん、もう別れてるってことね そうなんか多分俺らの邪魔をしたくてちょっと未練があるから俺らの邪魔をしたくてやってるだけだからみたいなまあ一旦その彼女の方とも話が終わって円満に解決したと思ってたら次の日に彼女にストーリーにさらされて「何を?」「送ります自分から」限界カップルえー、っと今日 DM したんですけど帰ってこないですね。 死ねやとり,とりあえず晒されましたで結局男性と会ったんでしょしそこまで話してほしい。OK です。晒されて、うん、晒したやつを、うん、まあ15分ぐらいで本人が消してその後に DM に謝罪が来たんですよ本人から。うんうん、でそれを見て私は本当ににビジネスだったんだなって思って。 これこれさんに相談してて全部話そうと思ったはい,いすみません僕会うまでの話が聞きたいんでこの後、うん、男性だったが、はいはい、どういう流れだったのかっていう、うん、話そうと思ってたのを彼氏に伝えたら「うん、今ビジネスだ」ってバレると案件の違約金300万円を払わないといけなくなるから一旦こっちで嘘の説明をするから「コレコレさんに言わないでほしい」って言われてでなんか俺もその彼女に恨みがないわけじゃないから。 9月になったら一緒に全部暴露しようっていう約束したんですよでその1週間後ぐらいに私が東京で向こうが大阪なんですけど東京に来てくれてその時に初めて会いましたで結局この、うん、の,この後会ったのねうん会いました会って何したの会って十0円食べました終わりそれで十0円食べて泊まったけど何もしてないですこの後会って、ホテルで一緒に寝た、うん はいまあ、そのまま連絡また取ってて次大阪来てよって言われて、うん、ちょうど友達が車で大阪行く予定あったから乗せてもらって大阪行ったんですよ。うん、でまた会ったんですけどその時に「うん、花の整形の案件あそう整形の案件が終わったら話せる」みたいな今までのことを全部「整形の案件終わったの?」って聞いたら「終わった」って言われたんでじゃあもう。 なん全部話せるビジネスってことも相手に男の人がいるってことも、うん、約束通り話せるねって言ったら、うん、いやなんかやっぱりずっと別れてないって言ったら暴露しないでくれるって言われてじゃあやっぱりビジネスじゃないから言わないでってダダをこねねねられたんです、ね、なるほど、ね、暴露するって約束してたビジネスカップルであること,と向こうの彼女にも新しい男がいること。うん を私が一人で勝手にそし,したらそれがバズっちゃって本人が動画で説明をしたんですけど、まあ、内容はずっと私に嘘をついてて本当は別れてなかったっていうのと一旦何もしないでほしいってその場しのぎの嘘で新しい彼氏ができ新しい男が向こうにいて裏切られたって伝えた私にっていうのと女の子と最後会った時に全部嘘だったって伝えたらその腹いせでさらされた って言われたんです、すであと、女の子が TikTok に載せてたその彼女から私への DM の謝罪文は俺が勝手に打ったから彼女が打った文章じゃない、さらされてるのは彼女の打った文章じゃないっていうの言われて意味不明ですね。あっどうですか最終的な話をじゃあしてほしいわ。はい、今どういう状況になっとる今<は>、うん その動画で彼女に直接謝ってほしいって言われて彼女に直接謝ってほしいって今言われてんのそうですあなたがはい誰にえっと彼女にです彼女さんがあなたに私に謝れって言,言ってるってことそうです直接謝れ謝るまで許さないって何の件を謝れっつってんの分かんないです意味分かんないね分かんないです意味分かんないんですよどっちか今呼べないの LINE つながってんじゃないの、えー、だってその彼氏の方に ちょっと前にの、うんえー、と呼べるか呼べないかです今呼べないと思いますい返信が来ないです二人ともまあいいやじゃあとりあえずビジネスカップルだって言ってるところのスクショ欲しいなあだから文面が残ってないんですよはない<も>証拠あるって言ったよね<で>君えっびっくりしたえびっくりしたじゃなくて<ょ>僕確か証拠あるんだったら名前出してもいいよって言ったはずなんだけどあビジネスカップルの証拠ってことですか いや話の証拠だねあ。話の証拠は本人たちが動画で話してるのでそれが証拠になると思います。えっと本人たちがビジネスカップルって言ってることは認めてる動画があるってこと動画では、はい、僕たちはビジネスカップルじゃなくて女の子に彼氏が嘘をついただけだっていう説明をしてる感じです。えっとだからあなたにと彼氏さんがビジネスカップルだって嘘をついてるのは認めてるってこと、うん、認めてます。ああ、なるほどね。えっとビジネスってバレると案件の違約金が発生するみたいなくだりの証拠はないんですか あるかな探してみます、うん、いやもしこれが本当だとしたらだから本当はビジネスカップルだけど、うん、あの嘘を貫き通さないと金払うはめになってしまうから今も嘘ついてるみたいなそうなんですけどって言ってた案件がもう終わってるので本当は,ってもい,い,はいやあのね案件って終わっててもね関係ないんだよね、はい、終わった後に「おお前,お前らカップルじゃなかったんかい」で「天地無」もそうじゃん「天地無」モテフィットの案件終わってないけどあじゃあ終わってても。 払う羽目になったでしょ結局まあだから本当のパターンとしてはこの男が浮気したいためだけに本当に嘘をついていたのかまあ実はビジネスカップルっていうのは本当でただこれがバレると案件の違約金が発生するから今もあのビジネスほんカップルなんだけど本当のカップルかのように振る舞ってるかのどっちかだねまあ手てなるとやっぱりこの言われたここのね違約金がかかるみたいなここの証拠が欲しい一旦でもなんで手出さなかったんやろうな <laughs> 普通手出すよな,な,んだろうな手出されそうになったんですけどああそうなその話しないと、うん、手出されそうになったんですけど、うん、なんかめっちゃ動きが変<っ>ぎこちない向こうの触り方がなんか、うん、キモくてなんなんど,どういうい触り方だったの普通に寝てて、うん、でなんか触られてる感触で起きたみたいななんかめっちゃブルブルしてて手がお腹に手伸ばしてきたんですけどお腹にさああはいはい、はい、後ろからねその手がめっちゃなんかブルブルしてて。 ああ乳首と勘違いしたわけではないですよね。あ絶対違いますで、うん、私は<が>、うん、お前慣れてねえなって言ったんですよ。怖<っ>。<laughs> <laughs> わあそういうの <laughs> 男慣れるな。あでも手出しただ出してないの会話はあります多分。おいいねいいねそれちょっと行こうよこれ。<laughs> なるほどねさらされと思って無理やり最後まで手は出さんかったってことか。かそうですねなんか無理やりやられたって。 言われたらどうしようって思って一応手は出そうとしていたが結局しなかったってことが正解なのねそうですああまあそれまたねちょっと全然変わるからねあのあなたの知り合いなのか分からないけどおめえさんざんマウント取ってきたくせに気持ち荒れてきてますよ知り合いあ,あなたの知り合いかなんか知らないけど <laughs> 多分いっぱい来ると思います今からえ知り合いがいるんですかえどういうことですかいやあなたの知り合いって言ってるやん彼女じゃないですかえこれ彼女なの 私、いっぱいマウント取ることなくないですかこの話の中で。いや、知らん、わからん。えー、この人、何知り合いなのわかんないです。何かを見せてくれないと、それだけ言われたらわかんない。あ、ごめん、あ、ちょごめんあ、あなたに言ってなかった。ああ、そういうこと、うん、じゃあ、とりあえず、証拠を送ってください。ひとまず、今、1枚も証拠が来てないので。あ、OK です、うん。どれ、どれから送ればいいですかえ しす何この女クソ地雷なんだけど本当にイライラしてきたな <laughs> でもダメやぞ、うん、でもでもコメントで思われただけ知り合いはちょっとどうでもよくて証拠証拠えっと先ほども言ったんですけどまずえっと案件で違約金が発生するかもしれない、はい、っていうくだりと、ね、さっきあなたが言っていた、はい、えっと手を出したか出してないかのやりとりがあるっていうの、うん、そのまず一旦2枚ですね送っていただけたらケーですはいはいお願いしますこのこスッパ 案件のやりとりは、はいはい。わかんない。あるか、か、正直、わかんない。え、なですか、ですか、んですか、んですか。案件のやりとりは、主に電話でしたので、ああ、じゃあねえじゃねえか、くそも、すか、ないか、ないか、わかんないです。今、頑張って探します。ああ、頑張ってね、探し。ああ、あるかないかだけ教えてもらって、なさそうですかえ、わかんないです。トークがあるかはわかんないじゃあ、ち確認してください。はい、確認します。 分かんねえのこんなんだから変な YouTube で倒されんのよえてか高尾の LINE 知ってるんじゃないのあラ LINE 知ってますよあ,あここに入れてることでもグループに入れてよグループにだからグループに入れてよあ入れます <laughs> ちょっと待ってください何 <laughs> なのんんこの女 <laughs> はじめましてこれこれと申しますいきなりなんですがニーナちゃんの件で え少しお話よろしいでしょうかこれくるかなあとできればあの女性の方もだねあの。彼女の方も連絡先はあります。LINE の。LINE 持ってないです。えめっちゃ怖いじゃないですか。めっちゃ怖い。こいつらか限界え、この一区みたいなやつでこの青い髪の。あ、そうですね。え,ー、えフォローバックします待って。まちょっと俺フォローされてるやん。これちょっと今メッセージ送るか。ひまえちゃんめちゃめちゃ,ゃ YouTube 見てる。あ、そうなの ?Twitter もフォローされてる え、本当だ。ひまりちゃん、ちょっと、あの、今、来てもらってもいいですかね。え、ハートついた。ハートついてる。あ、自分でつけてただけだった。わすみません。はい<あ>、ごめんなさい。はい、すみません。あ、私、めっちゃわかりづらいかもしれないです。はい。あ,あ、はいはい。じゃ、一回聞きますね。え。分かれてるんでしょう。 でも別れてなかったら他の人いないでしょ相手のああそうするそうそうそう OK えそれさする気はさそれはまだわからんけどその案件とかの事情があるから、うん、すぐすぐどうこうっていうのはあれやなって感じ、うん、めっちゃ怖いね君え <laughs> んかもうかやからやんなんかしゃべり方 急にメンタル弱いみたいな感じで最初なんか来てたけど <laughs> 地面師 <laughs> いっぱいたかれた <laughs> あーまあでもだ確かに言ってるねいやビジネスカップルで用が出てないけどその今案件中だからそういうのは、うん、今言えないみたいなのは言ってるねあ会いました何おあったか来た来た来たこちらですね ニーナちゃん、乗り気じゃなかったんや。ほえ、難しいね。うっしゃい。別に乗り気じゃなかったわけじゃないよ。そう見えてたらごめんね。慣れてないイコール無理って察して強引に行って襲われたって言われたら嫌、嫌からひよってんけど、普通に俺が童貞っぽかったってこと。まあまあまあ、確かにね。まあ、手を出したんだろうなってのが、なんとなくわかるようなやりとりではあるな、確かに。これ、ちなみにど、どうしてほしいんですかね、これ、今回。 あ今回は、ひまりちゃんが自分にヘイトを向けられてるって思ってるのは、そんなことないよっていうのを言いたいのと、あと直接その謝ってほしいっていうのは、一番最初にそのひまりちゃんが晒したことがほったねえって本人たちも動画で言ってるんですけど。謝る必要ないっしょ。だって、X、ねえやって言われてんだから、ひまりさんに。 ある必要な,、ね、必要ないないですか、うん、でも謝れってお前,お前も謝れって言うじゃんじゃあ私も謝るけどお前も謝れよってあそ,うそれでなんか謝罪の DM が来てたんですけどその謝罪の DM を彼氏が俺が打ったって動画で説明してるんでだとしたら自分が晒したことも誹謗中傷したことも一回も謝ってないのに直接謝れって言ってくるのはどうなのかなってあと人生を壊せるってあと本名フルネームも言われましたえ 本名を教えててたってこと男の方にはい女の子がツイッターで本名をバンってまあ結構すぐつい消ししてたんですけどなるほどねまあじゃあ謝る必要ないっしょでも本当ですかうんって俺は思うけどね君が謝りたくないんだったら謝んなくていいんじゃねえと思う謝りたいですねそれは謝りたいんかいあ俺はちなみに謝んない俺だったらあじゃあ謝んないです <laughs> う <laughs> ういうこと、俺になんかあやあや取られてるやん,謝ん。謝んない <laughs>。いや<ー>。うん。謝んないですっちゃ。じゃあ謝りたくないなら謝らなくてよくね。一応君被害者やろ、今回で言うのはなら。んか加害者。なんでって言われすぎて。それは相手の信者が言ってるんでしょで。そうです君の喋り方にもしかしたら問題があったのかもしれん、ね。<laughs> そうです。それを、そう。うん 被害者のくせにっていうか、岸被害者なのに、なんかちょっと言い切っているというか、そう,そうそうそうなんですよ、それを言われました、めっちゃ。ああ、そうなんだ、みんな思ってるわけです。り方がイラつくから<ん>謝れみたいな。喋 <laughs> り方っていうか、まあ、なんか、まあ、舐めた態度には聞こえちゃうね、どうしても。私に、ね、ヘイト向けたのが意味わからない、マジで人生壊せる、証拠持ってるから、この後の行動でどうするか考えてる。 怖すぎやろ、ひまりさん。何かしらの犯罪行為をしたか犯罪ですかうん。してないと思います。してないと思いますで、ね、なんかちょっと歯切れが悪い。捕まるような犯罪はしてないです。じゃ捕まらない犯罪があるえなんかでもやばいことはじゃしたことあるってことやばいことはないです。じゃあ大丈夫や。 適当なパチコいてんじゃねえよみたいな。脅すために言ってるかもしれないじゃん。これやだーやだやだ。そ,<に>それで本当に人生壊れる証でしええじゃあやっぱあるやん。だって自分にそれがないんだったらないじゃん。パチ,パチコきやんだってこれ。君はなんか活動してる人なのしてないです。待って来たやん、ユウく君。お疲れ様です。すいません、<え>初めに。携帯れてるちょっとうるさいな、黙れお前。<laughs> お疲れ様です。え、限界があるの、ユウく君。 あはい、ちょっとですね、お話がありまして、こちらの女性、あのビジネスカップルだーって言って、嘘ついて会ったっていうのは、これ、動画でも言っている通り、事実です。 なるほどそれはちょいなみにんで嘘ついたんですかねまずまあ僕が寝てる間にばれて、でひまりがひっすり起こして総理にさらして、ええ、でちょっとやばいなと思って寝起きやったんで、うん、いろいろ判断ができなくて、とりあえずもう嘘つくしかないなと思って、嘘ついて。ちょいと待って、コメラ、女いる ?LINE をここに入れてもらえたら、このグループにひまりちゃんを。じゃあ、もうこの女とやりたいがために嘘をついたってことか。 ちなみになんかあの話の中でホテルで手を出されたっていう話があったんですけどそれは一応手は出したんですかねそうですねはいお手が震えてたみたいなんですけどそれは <laughs> あそうですねあのー、ちょっとアルコール中毒でアルチュールはいはいアル中でちょっと震えちゃいました普段から震えてておなるほど結局息子が反応しなかったってことかあまあそうですねで未遂で終わったってことだねあ未遂あはい ミスですよねあすみません、僕、えっと今起きたばっかりであんま分かってないんですけど、どういう状況一応、あの女性から聞いたのは、ね、お腹に震えた手が当たっただけだって言ってたんですけど。<laughs> あ、はい。え、だからじゃあそ,その日は、じゃあ、どこまでやったんですかあそそのその日はだからその うん、震えて終わりました。いやいやいや。で、なんかその案件の違約金が発生するから、まあ、なんか他の人に言わないでくれとか。案件が終わったら、一緒に暴露しようっていうのも、もう、ただ、ただ、この女性と、まあ、そういう関係になりたいがために、ついた嘘ってことですか。<laughs> はい、そうですね。ええー、ほんまっすか。あの、うん、多分いろいろビジネスって言われてるんですけど。もし、仮に、ほんまにビジネスで、あの、ひまり側に男がおったら。最初に、なんでストーリーに載せるの。 かなっていひまりにもし新しい男がおって僕に対して恋愛感情がないならステーク起こす必要がないというかああなるほどねあとここでちょっと<応>あの後から出たら嫌なんで言っとくんですけど相手の女の子と会った時にあるリキッドをいましてえっっすかそうですねあのっ <laughs> と言いますかマジかよお前なんで女の子言わなかったのそれ今までえっ言う必要ない あるだろう。それが人生が壊れる証拠だと思ってました。え、一緒に吸ってるってこと。僕は吸いましたよ。その空間にいたっていうので、人生が壊れる証拠。そういうことか。何も言えないから。結城んあの、実はこの女も一緒、はい、に吸ってたとかないですか。いや、それはわからないです。本人に聞いてください。いや,いやいや、いやその言い方だともう吸ってるやん。どう考えても。やめてください。うわ。で、何二人で吸ってたってこと。吸ってないです。え。 いやゆうき君どうなのもうそこ別に構う必要ないでしょああまあ吸ってたんじゃないんですかねちょっとあん <laughs> 僕記憶ないんですけどお<前>当時お前いいからな何この女性のことは好きなのまだ <laughs> いやその恋愛感情はないですただなんかちょっと僕今、まあ、ほんまあの起きたことあで状況分かってなくてえ今分かる質問してだから一緒に吸ってたかって話、はい、あそうですねブリブリになってましたね 普通に嘘つきじゃん女性はそういうことかあでもつながってきたなだいぶそうですねお前しょうもないないお前自分のことは言われたくないんがい出てくると思ってなかったのでこの話出るから俺が取り合えたら出るから<ん>か <laughs> ごめんなさいこれひまりちゃんもやってるんすかああ彼女はやってないです まあでも今思ったのが、本当に案件の違約金が発生するみたいな話が本当だとしたら、ここで、吸ってましたっていう発言しないような気もするな。だから本当に嘘だったのか、単純に。だってビジネスってバレるよりも、吸ってた方がバレる方がやばくね <laughs> 普通に <laughs>。まあ、わからんけどねひひ。ひまりと一緒に付き合っとったのに、どうせもしとったのに、なんでこのようわからん女に手を出あ、だからそれは性欲と言いますか。ああ、そういうことやな。うん まあその僕はコンプレックスがありましてもともと。もともとだったんですよ。ああ、あの、くいやつかうん。その手術して、でそれが治って、でその反動で。うん、高す。はい。試したくなるわな、そら。でもそれはなんでひまりに試さんかったんや。いひまりにも試しました <laughs> <laughs> あ。ここでもう一個、後から出たらいい嫌なんで言うんですけど、まあこの浮気は。 こ今回のことが1回やとしたらもう1回ありまして <laughs> お前試しまくったなでクラブで、まあ、ナンパした女の子と、うん、試しちゃって <laughs> そ,それは成功したんやあはいその時はおただ,だこの、えー、とニーナに関しては試せんかったやな震えて <laughs> はいはハ ひまりさんが出ないからじゃあもう終わりでいいんじゃねあじゃあ僕から以上です。ありがとうございました。すいません。はい、じゃあユウキ君もありがとうございました。わざわざ出てくれて。あーこっこちらこそすいません。ありがとうございます。おもろ。ユウキ君おもろいやん。粘って相談乗った甲斐があったな。